研究と企業経営、はい、まあそれに限らずまあなんか事業とかやりたいこと、はい、共通するものがあると、うん、会社経営のこととか知らなかったので、はい、最初研究室運営とか研究と全然別物としてまあ考えていた節があったんですけど、うん、まあ、実際やってみるとなんか結構近いなと思っていて、ほうほうほう、はい、本質的にはすごい同じで、取り組んでる内容が違うだけなので、組織運営の仕方とかっていうのを同じぐらい小規模の数人とか十数人ぐらいの、うん、それをスタートアップがどういうふうに文化作っていってるかとか、うん、まあ、どういうふうに運用してるかっていうのを、逆に学んだらなんか結構面白くなるんじゃないのかなとか思っていたりしますね。なるほど、はい、あり方みたいなのも結構見習ったらいいんじゃないのかなっていうのがあって、スタートアップだとよく言われるのがビジョン、ミッション、バリューみたいなですね。ビジョン、ミッション、バリュー、はい、はい、でビジョンは何かというと、まあ、最終的にどういう世界を作っていきたいか、まあ、どういうような、世界を描いているかというのがまあビジョンですと、はい、でうちの場合だったら、まあ研究室を民主化して、まあ、誰もが気軽にまあ実験できる場を作ろうみたいなのがビジョンなんですけど、まあ、それが研究室の場合だと、例えばこれからこういう場面で使える人工筋肉を作ってターミネーターを実現するみたいな。あ、なるほどなるほど、大きな壮大な、めちゃくちゃなこと言いましたけどあの世界をリアルにするみたいな、まあ、はい、要はこういう世界を作りたいっていうね、はい、のがあって、まあ、それに対して、まあ、どういうふうにアプローチするかというのがミッションですね、うん、うちだったらその、まあ、研究リソースがうまく循環する場を、まあ、作っていきますっていう話で、はい、で研究室だったらタンパク質のこれこれこういう、挙動を解析することによって、まあ、その人工筋肉を受けるこの領域の今分かってないことを明らかにしますとか、うんうん、そのビジョンを達成するために必要などういう手段をやっている、うん、まあ、取っているかという話ですね。なるほど、というのがミッションとしてありますと。で、まあ、バリューっていうのが、まあ、それに対して、まあ、どんな価値観を持ってやってるかって話ですね。まあ、例えばすごい有名なメルカリだと、はい、あのゴーボールド、まあ、大胆に行こうとか、あ、なるほど、ビープロフェッショナル、まあ、プロとしてやろうとか、なんかそういうコアとなる価値観みたいなのがあるんですね、うんうんうん、まあ、それがあることによって自然とこのバリューに従う、まあ、を最優先にしましょうっていうふうにまあみんな動くわけですね。うん、なるほど、うん、でそれも研究室でも、まあ、こういうビジョンを掲げて、で、まあ、こういうミッションやってますと、はい、そのミッションに対しては例えばとにかく、なんだろう、混沌を楽しもうみたいな。とか、どんどんやれとか、なんかそういう。そうそうそう、いいから失敗だみたいな感じで、いいから実験だとか、なんか、そういうふうな、なんか、なんだろうな、行動規範みたいなものはバリューとしてあったりすると、どういう研究室っていうのを、なんか、一目で分かって面白いよなとか、面白いし、うちはこういう研究室だから、まあ、こういうようなビジョンとかミッションとかバリューを掲げてて、で、こういうふうに運用していって、まあ、こういうようなことがうちでは体験できますよとか、確かにそこら辺を何でしょう、はい、整えるのってこうスタートアップだと多分すごい重要というか、はい、めちゃ、まあ、死に物狂いで働くじゃないですか、はいはい、でまあそれに見合うだけのなんかこう価値をいかに提供するかっていうのを考えると、うん、やっぱりこの何でしょう、大義名分ですよね、結局のところそれが必要だなというのは僕は思ってるんですけど、うん、それがまあ実際研究室においても同じことが言えるんだなというのが、うん、基本的に研究って自由度がめちゃめちゃ高くって、はい、なんていうか型がないのが型みたいなところがあるんで、はい、なんかそこはすごい研究室を各自独自にやってて、うん、まあそういうもんなのかなってっていうのが思ってるところもあったんですけど、スタートアップも同じなんですよね。完全に未知のことに対して場合によってはやることも全然変えるから、指針を失うともうよく分かんないことになるんですけどそういう時に会社全部違うんだけど共通して、例えばビジョン、ミッション、バリューみたいなのがはっきりしてると、明確なものがあると拠り所になって意思決定とか、まあどういう動きとかがすごい良くなるんですね。はい、研究室でもなんかこれをやれって言われて、はい、でこれぐらいこういう結果でしたとかって言って、でなんか元々言われてた方針を通りにやったら、いや俺違うでしょ、違うこと言っただろうみたいな、なんかよくわかんないよな、はい、な変なすれ違いみたいなのとか、うん、変な矛盾みたいなのって多分結構起こりがちだとは思うんですけど、そういうのもなんかすごい減るのかな。チームで動くそういう研究室と、うん、そのスタートアップってすごい類似してるんだなって。でもって本当に強い研究室って明示されてるか否かをともかくとして多分それ持ってるんですよね。ああ、なるほど、うん、いい研究室を見分けるまあ方法として各員が共有してるなんかその競技とか拠り所があるかどうかっていうの結構大きなポイント。いい文化があれば、いい人材が輩出されるし、いい結果も出るから、この人めっちゃ魅力的だな、みたいな、だとして、はい、その人の出自を辿っていけば、おのずとそういう場所に辿るのかな、っていう気はします、ね。非常に宗教って大事なんだな。宗教と通じるんですか、これ。結局、この何でしょう、行動原理が大事で。ああ、わかる。非常に。なるほどね。確かに。それが、もう、神格化というか、聖典化されているのが、まあ、一神教というか、うん、キリスト、イスラム、ユダヤなんですけれども、ね、やっぱ、それの有無っていうのは結構、
生活に大きく影響するという、うん、なんか自分がなんかこう判断に迷った時になんか自分で頭で考えるとその晴天をよりどころにするのでは結構その後の動きに大きく対応するというか、うん、まあ自分の頭で考えるとなんかすごい自分で自由に行動したように見えるけど、うん、まあ結構ブレもあったりとか、確固たる事故がないと厳しいですけど、うん、一方でなんかその宗教とかだとなんか伝統と信頼じゃないですけど、うん、それなりにこう安定したパフォーマンスが生まれるっていうのを考えると、うん、結構近し結構類似できる話だなというふうに思っています。そうなんですよ、ね、2000年の決勝とかですからね。ある意味本当に2000年の頃もってなんだよって私で思った以上になんていうかそういう価値観のセットみたいなのが矛盾なく揃っていることって超重要な気がしていて、でプロダクト作ってても思うんですけど、はい、なんだろう、ちょっとの食い違いでものすごい大きなブレとかになったりするわけなんですよね。ふわっとしたコンセプトは合ってるけどなんか刺さらないみたいなのがあったとして、それがほとんどサービス変わってないのにちょっとここをこうずらすと死ぬほど去ってからなんかものすごく成長するみたいなサービスとかってあったりするわけなんですよね。なるほど。 Airbnb とかもそうだったんですけど、思ったよりも細部とかなんだろう、基本的な構成要素を満たしてるか否かみたいなって超重要だなと思っていて、それが宗教っていうのを自然に吸い込むように身につけていると多分勝手にそうなるんですよね。そういえばあれですね、アメリカのスタートアップ支援社の中の超有名な人が、はい、まあ、あのスタートアップは、まあ、ほぼカルトって言ってた、ね、いやでも実際なんか結局そうですよね、はい、こうなんか信じるものが含まれるです最初はこう身を粉にして働けるのって、はい、なんかそういう相当ななんか確固たる拠り所がないときついかなというか、うん、まあそれが別にお金であってもいいと思うんですけど、うん、ビジョン、ミッション、バリューを設定しようという、はい、コラボメーカーは研究開発の民主化を目指して研究説明のシェアリングサービスを立ち上げていっています。社会のためになるような面白いサービスを今度立ち上げてみたいなという方、今までずっと研究開発とかやってきたけど研究経験を生かすような仕事をしてみたいなという方、ぜひ一緒にこのビジョンを実現していきましょう。気軽に連絡いただけると嬉しいです。